コラボス、大阪五十山。パオ。僕は間もなく8時になろうとしております。7時58分ですね、はい。今日はここつづらばたバス停までやってまいりました。どこやねん。はい、親玉解説リベンジボンデン、リベンジボンデン。あっち回っていいかと。前回はですね、ちょっとアプローチがね遠すぎたんでね、はい、今回はこのなんと100円だったんですね、コミュニティバスね、はい。何駅からでしたっけ。泉砂川。泉砂川、はい。ここからちょっとだけ歩いて道の駅でお手洗いを済ましてから出発したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。今日も元気に行ってみよう。みよう。もうほぼ和歌山県ですねこれ。はい、和歌山。時間9時からなんですけど、8時でもとお手洗いの使用ができました。非常に助かりました。とても綺麗でした。はい、バス停から500メートルぐらいですね。はい、はい、はい。時刻は8時17分になっております。こちら側の、道の駅から戻ってきてバス停がそこです。はい、なのでここから改めましてスタートしたいと思います。はい、スタートです。はい、さあ、ボンデンに登れるのでしょうか、今日は。リベンジボンデン。やはり、ここも虫地獄です。虫すごいですね。うん、リベンジボンデン。虫地獄。はい、見えますでしょうか。たくさんね、虫がまとわりついてるんですけどね、これ映ったら面白いんですけどね、リュックの周りにもすごい、まあ、子分を20匹は連れております。今日も元気に子分を引き連れて歩いております。うん、相変わらず、今日は9月の初旬ですけれども、この山域は虫がすごいです。虫除け必須です。まあ、降っててもあまり意味はありません。ちょっと雲海チックになってるで、あっち。雲海チックになってる。雲海チックどこどこ。微妙。ちょっとだけね。内盤のところ分岐横のルートは下の方で一部区間で通行不能となっていますって書いてある。へっぽこさんたちこれ降りて行ったんちゃうかな。あ、そうなんやね。ワイバーもだったからでも、うん、なんとか。はい、梵天山の山頂を探してますが見当たりません。こっちの方に入っていきたいねんけど、地図ではないので展望台を目指します。絶対展望台にこの近くって書いてあるはずや。最悪も展望台で登ったことにします。絶対その近くやって。
おーイエーイ、おーイエーイ、時刻は9時18分です。距離は 3.7 キロ。 3.7 キロってもちょっとうろうろしてしまったんですけど、じゃーんと到着しました。本殿展望台やりましたね。今日のバス停からやったら全然楽勝でしたね。早速登ってみましょう。わあ、すごいな。すごい。あ、今日ね、涼しいのよ。お、余計に風が気持ちいいね。あ、いや、関空あれ。関空やな、リンクタワーやな。やっぱそうよね、よかった。めっちゃ南まで来ましたね。すごい。はい、展望台を見てまた引き返してます。何遍通んねん、この見てたら、うん、3回目。三角点をやっぱり探そうということでまた戻っております。これで見つからんかったらもう諦める。あ、これ登り口って書いてある。おー、イエーイ。これは分からんで、ちょっと写真撮っとこう。そこに、あれがあるんですよ。電波塔。電波塔。で、ここから100メートルぐらいかな。手前ね、うん。はい。ここ、ボーボーなんですけど、ここについてくれてますわ。はい、ここですね。よかった、見つかって。じゃあ、早速行ってみましょう。はい。クモの巣ボーボーの予感です。すぐだった。入り口だけね、ちゃんとね、見つけられたらすぐやね。うん、やりました。大阪50座、25、第25座やったね。折り返しやん、うん、かわいい。本殿山、タッチ、タッチやりました。諦めなくてよかった、はい。時刻、うん、して9時43分。おい、9時43分登頂。距離は、4.3 キロ。ちょっと展望台行ってまた戻ってきたりしてるけどね。そう、はい、編集の宿題をやっと終えることができました。やりました。ボンデン、リベンジボンデン、成功。ここの黄色やらピンクやらついてるところ、すぐあそこね。そうやな、このテープがあって、ああ木にもテープついてあるもんな。そう。はい、成功。はい、こっから先、うん、結構大変そうなんですよ。犬鳴山方面に向かいます。犬鳴山へ。再び展望台への道に来ました。はい、これまっすぐ左の方に行くと展望台に行きますが、こっちが山頂、こっちが展望台、そして我々は、はい、なんとここ。ほんまかいう感じですね。ここから犬鳴山を目指します。犬鳴山へ。はい、テープだらけです。ここ意外とね、入り口が薄そうとしたけど、入ったらちゃんとね、踏まれてるね。もう細っ。おお、選手ここから。
こっちからこの橋渡ってきたんやな。そうや、この橋ある、うん、10時35分です、はい、距離は、6.66、はい、あー、ようやく降りてきました。ここ意外とね、うん、滑るしね怖かったな。怖かった怖かった、うん、あのロープがちょっと朽ちてたりとかするんで、あんまり全体重預けないようにしてください。朽ちました。ロープ切れました。ロープ切って大ごけしてました。ずるずる滑りました。7.1キロ、はい、笹峠に到着です、はい、この区間は楽勝でしたね。ああ、はい、そしてここから選手はまっすぐ行って雨山の方行きましたけど、今日は右です。今日は右の方。いろいろ楽しめますね、この山域も、はい、合ってますか。吉弁当あります。さあ、先週盛況弁当に負けた純吉弁当、今週は勝てるのでしょうか。負けてへんちゅう、負けてへんちゅう、はあ、なんせね、差でこけてはったからね私よりこけ率高いよな、何気に。ああ、踏ん張りが効かん、うん、そして今日はね、おにぎりの紹介もしてや。もうここに来るまでにほぼ食べたけどね美味しかったよね、うん、今日は何でしょう。ブルルルル、豚キムチ弁当。弁当っていうか、ただに豚キムチをタッパに入れてきただけといういや、意外とこういうやつの方が美味しいんやって。いただきます。では、うん、思った通り、うん、こういう時はね、キムチとか酸味のあるものが美味しいよ、うん、なんとこれ、リュウちゃんが握ったんですよ。もう米はみ出してますけどね、こう枝豆と米はみ出しております。枝豆を おにぎり、米2合に対して枝豆を3分の2カップ、塩小さじ3分の2、酒大さじ1で、お水を入れて炊いて、あ、ごめん、生姜の千切りも入れた。で、仕上げに、ちりめんじゃこを入れて混ぜました。これ美味しかったですね、うん、1人1個です。どうですか、うん、ちょっともう暑くてバッテリー張りますね、うんうん、午前中は元気だったんですけど、もうあかんらしいです、うん、ペースがガクッと落ちて、ちょっと待ってます。24分再出発です、はい、競技の結果、犬鳴山がゴールとなりました。はい、東明ヶ岳は行きません、今日は。はい、残り 6.2 キロとなりました。はい、のんびり行きましょう。はい、リュウジさん滑ってずり落ちてはったよちょっとずつ休憩せな、登れよ、振動て壁です城ヶ峰、ね、555メートル、12時22分距離は9.5、はい、タッチやりました。休憩します。休憩、はい、休憩します。
ええ道やね、ここはね。もう打って変わって白髪峰までのシャドウがやばかったけど、この先はね、ええ道やわ。今ここです。でこう行って、この辺ここここここ。あだもうちょっとや。まあ、こっから来たやで。あ？上の方行ったらあの雨山の方の。やったね。ゴールまであとちょっと 4.2 キロ、ちょっと風も抜けるしね。えらい、道に出てきました。高速道路みたいな感じです。確かに。すごいやん、リュウちゃんの服は。あ、そうしよう。おお。どうした。こんな素敵な道が今日通れるとは。純喜選手、虫をたくさん引き連れております。オニヤンマを近づけると一瞬はちょっとどっか行きます。そうや、止まるとすぐ来るな。でもオニヤンマがいなくなるとすぐ寄ってきます。ということはオニヤンマの効果は少しはあるような気がします。気がしますね。ということはこういうオニヤンマをいっぱい川の周りに張り巡らしといたら寝ちゃうよ。ちょっとお札みたいにここにずらーってやってる。そうあの祈祷みたいな。おそらく最初に予定したのはこの前の山かな、東明ヶ岳、犬鳴き犬鳴き山っていうのはこの山域の名前らしいからな。ちょっとこの大きさを見てビビってます。なので今日はもう行きません。体調を整えてまたこれはこれで楽しみに行きましょう。はい、せっかくね大阪府下なんやからね。ね、また一度来れますからね。はい、無理せず今日は温泉に入って帰ります。イエーイ。おいイエーイ、久しぶりやな温泉つかんの。のんびりして帰ります。おいイエーイ。だいぶ疲れたで今日。しんどかったな。到着しました。時刻は13時40分です。はい、コース完了を言ってます。久しぶりですね、これ。ここやね、いつも入ってきて。はい。距離は14キロほどでしたね。14キロ、はい。はい。城ヶ峰過ぎてからは快適な道となりました。リュウジさん、どうだったでしょうか。かつてないぐらいバテてはりましたが。かつてないぐらいしんどかった。おお。ほんまはここからぐるっとまた周遊する予定だったんですけれども、あえなくカットとなりました。はい、ストップを浴びて帰りたいと思います。まったねー。分のバスに乗ろうとしております。そこまでにこの南亭さんで今日は初めて日帰り入浴をさせていただきました。はい、1人950円でした。はい、サービス券をもらったので次から650円になるそうです。はい、いや良かったですね。いつも行くところがね。ちょっとっそう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 。ここも良かったですよ。久しぶりにぬるっとするあの温泉水に使ってすごく気持ちよかった。はい、さっぱりしました。さっぱりしました。